回は1月12日のアップデートで武力上昇値がプラス1されたアンコモン獣武器を紹介していくで。騙される方が悪いのか。ほら、舞台に降りるか。何？これほどとは。ほら、やりやがったな。ほら、定額の狂乱の定額式11分プラス9式フレーでプラス12分。最大軸効果で一気に強くなるタイプで効果時間は1分9カウントだけど、出力依存が高くて出力消費で11カウントを超える。いくかはつかぬ。行行し計略名やけど、シンプルに言えば栄光の動ける特攻戦法よね。ただし計略中に撤退すると問答無用で士気がゼロになるから、フォローが効くように士気バック経過検診を入れたいとこよね。官軍の官名活 1.5 コス武力6槍は砲弾、優化、交換、熱解放と枠争いになるけど、特に刻印の撤退秒数がプラスにされたし、刻印唯一の制圧2が数値的長所かな。今は異様を整え、着実に歩む時ぞ。悪いのはあいつだぜ。マイル、ありえん、ありえん、潰せ潰せ。書の続きだ。マイル、潰せ。今は異様を整え、着実に歩む時ぞ。潰せ。やりやがったな。聞いてもらおうか。胸を張って威風堂々と、勝利の栄光は目の前ですわ。
英知の一端をお見せしよう。参る。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。時は来た。我が波動、今こそ爆心戦。綺麗事だけじゃ生き残れないぜ。参る。戦は好かぬ。一撃離脱じゃ。悪いのはあいつだぜ。蹴取られ。フォーム解放。後期再びこれほどとは。舞台を降りるか。困っちゃう。戦は
ざまずけ。新たな秩序、天下の前に。潰せ滅びよ。滅びよ。潰せ。潰せ。何の匂いだ。
天すでに死し、光天まさに立つべし。天に背くか。英知の一端をお見せしよう。ご視聴ありがとうございました。計略時間の長さもあって、なかなかにロマン感じるカードだと思うよ。